成田山では本日節分にあたり、世界の平和や人々の幸せ、五穀豊穣、ことには全ての災いが福に転じるようにご祈念いたします。思い返せば令和2年の開催以降、新型コロナウイルス感染症対策として縮小開催をずっと余儀なくされてまいりました。本年は3年ぶりにやっと通常開催することができました。お不動様のご加護をいただき、今ここで皆様と共に節分会を迎えられましたこと、本当にありがたいことと存じます。それではこれより皆様に本日3回執り行われます特別追儺豆まき式についてご案内いたします。1回目の特別追儺豆まき式は午前11時から、2回目は1時30分から、3回目は午後4時から執り行います。各回とも正面の特設舞台を年男の皆様が通りまして、大本堂階段踊り場にて記念撮影を行い、大本堂内でのおごまき等が行われた後、こちらの会場で豆まきが執り行われます。本年の特別招待年男は NHK 大河ドラマ「どうする家康」より堺忠次役の大森奈緒さん、鳥居元忠役の音尾拓磨さん、大久保忠世役の小手伸也さん、本田忠真役の波岡一樹さん、女大出住役の松本まりかさん、以上の皆様が午前11時の第1回と午後1時30分の第2回の特別追儺豆まき式に参加されます。また大相撲からは高安関、御嶽海関、遠藤関のお三方が1回目2回目に参加されます。また3回目では御嶽海関と遠藤関の2人が参加されます。また第1回目には成田さんとご縁の深い、昨年11月に市川團十郎を襲名いたしました市川團十郎白猿、また歌手の島津亜矢さんがそれぞれ参加されます。第2回には歌手の新浜レオンさんと女優の白川玲さんが参加されます。豆まき式では福豆と合わせて小さなお守りをまきます。正式には節分会福お守りと言いますが、お不動様の右手に持つ利権に似ていることから通称剣守りと呼ばれております。この剣守り、1回の豆まきで1年の日数と同じ365体、今回はまかれます。この剣守りをお受けになられました方は1年の無病息災のご利益をいただけると言われております。ちなみにこの剣守りでございますが、昔から財布の中に入れておくと金運が上がると言われておりまして、非常に皆様よりご好評いただいております節分独特の特別のお守りでございます。豆まき実施中、警察官が危険を察知して笛を鳴らすと豆まきは中止となります。皆さんはその場にて警察官の指示に従ってください。一度リハーサルをしますのでご協力お願いします。
ただいま大相撲高安関、御嶽海関、遠藤関、また NHK 大河ドラマ「どうする家康」の皆様が先頭にこちらの方に向かわれております。すごい太ってんね。これより記念撮影を行いますので、年男の皆様は係員のご案内のもと、直ちに順序よくお並びください。担当の係員は皆様を速やかに所定の位置にご案内してください。直ちに撮影となりますので、ご案内のほどよろしくお願いいたします。ただいま大同士様を囲んでの記念撮影が行われております。
以上をもちまして記念撮影を終了いたしますが、年男の皆様には動かずその場所でお待ちください。年男の皆様にはそのままお待ちください。まずはじめに大同士大本堂へご入堂されます。大同士様がご入堂されましてから順にご入堂願います。つけられました特別招待の皆様、大河ドラマご出演の皆様、まずはじめにご入堂願います。続きまして白色の記章をつけた年男の皆様は正面向かって左側の石側よりご入堂ください。また桃色と赤色の記章をつけられました皆様は正面向かって右側の入り口よりご入堂願います。白い記章の方は左側より、桃色と赤色の記章をつけられた皆様は右側よりお入りください。緑の記章ね。皆様がご入堂になられますと、これから節分へ特別大御幕が執り行われます。成田山の節分へは弘法大師空海が伝えられた真言密教の秘法により、まず御駒を修行し、ご本尊不動明王の知恵の炎でお火事されました豆をまいて天下一服の御利益をいただく儀式でございます。ご参列の皆様にはお不動様の御利益をいただき、今年が飛躍発展の幸多き一年でありますよう心からご祈念申し上げます。本日年男の皆様により巻かれますものは大豆860キロ、殻付き落花生400キロ、
そして先ほど来申し上げております剣守りというお守り、これ大太鼓は開運の大太鼓と言われておりまして、皆様の運気が上昇する大太鼓と言われております。今本堂内で福は内福は内と掛け声が上がりまして、豆まきが行われました。まもなくいたしますとこちらの特設の舞台に皆様参りまして豆まきが行われます。皆様いよいよ成田さんの節分へ始まります。それでは年男の皆様が所定の場所に整列いたします。この整列が終わりますと追儺奉落が開始されまして、豆まきが執り行われます。ご奉落の後直ちに追儺同士の福は内の発声によりまして一斉に豆がまかれます。年男の皆様の整列が済みますまで今しばらくお待ちください。皆様柵の中での写真撮影はご遠慮ください。まもなく豆まきが始まります。写真撮影につきましてはご遠慮ください。また先ほど来お話しいたしておりますしゃがまないでください。前を押さないでください。帽子を脱がないでください。何卒お守りください。ただいま年男の皆様が整列いたします。整列いたしますと追儺奉落が行われまして、その後に豆まきになります。それでは年男の皆様、整列が済みましたでしょうか。茶色や。ただいまより追儺同士により国土安穏万民部落五穀豊穣天下一服ことには疫病退散の火事とご奉落を行います。県勢国主農業式部県地民出身地部式商工医職法部県海外市部医師会部部長役部部長人市役部同士準部区市別同部市役部職員部長特攻法来立った平安者ラミダ高新部経験法部区四地再建道部総区四年安三地小物平安者ラミダ高速アノクダラ最高市安者ラミダ世代市州世代要州世部長州世部道路州道場一体区新人部安者ラ
みだしゅうとくでしゅうやでやであらやであそやでぼじあんやしんぎょう徳田安穏安民部落五穀豊穣天下一服都にわ疫病退散ぐわーち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 落ちた豆は拾わないでください。上を向いてください。ぐわーちぐわーち落ちた豆は拾わないでください。ぐわーちぐわーち下を向かないでください。ぐわーちぐわーち下を向かないでください。上を向いてください。ぐわーち落ちた豆は拾わないでください。豆まきを終了いたします。終了いたします。年男の皆様ありがとうございました。係の皆様はマスを回収してください。はい、マスの回収が済みましたら直ちに手締めを行います。参詣の皆様もその場を離れずに動かずにその場にお待ちください。それでは整いましたので手締めを行います。それではただいまよりお祝いのお手締めをいたします。ご一同様お手を拝借願います。よーよーよーよおめでとうございます。おめでとうございました。以上をもちまして令和5年成田山節分へついな豆まき式第1回を終了いたします。お寒い中ご参列いただきまして誠にありがとうございました。年男の皆様が観列されます。皆様どうぞお見送りいただきたいと思います。左右回廊の年男の皆様には正面階段へお移り願います。係は年男の皆様をご案内してください。それでは年男の皆様順にご整列願います。整列の順番は先頭が金棒露払い定行寺、続きまして先頭に大相撲力士の皆様、大河ドラマ出演の皆様、特別ご招待の皆様、年男ご神と皆様の順に続いてお願いいたします。年男の皆様のご案内をお願いいたします。年男の皆様は特別年男の皆様の後ろへお続きください。それでは進発をしてください。年男の皆様が発展されます。どうぞ皆様お見送りいただきたいと思います。またね、頼むよ。
神格へお戻りになっております。ご参列の皆様は今しばらくその場にお言葉に願いますようお願いいたします。ただ、お部屋は解除されておりません。本日は大変混雑しております。大勢の方が一度に動きますと大変危険です。まだ皆様動かないようにお願いいたします。危険がないよう後方の方からゆっくりと順番に移動していただきたいと思います。